これからキャンプ場へ行きます。おお、狭いか。おお、長谷川パセリ、長谷川パセリ。重曹は 4g です。塩も 4g です。水は 200cc 入れます。気が済むまで混ぜるがいい。最高の混ぜ見せちゃうよ。混ぜのコツ知ってんだ。どうやんの。外から内へ、外から内へ。内から外じゃダメなの。ダメなんだ。内から外だと逃げちゃうんだよ。力が、力が大事なんだ。そう、何の力が大事なんだろう。重力です。重力なんだ、うん、重力が大事なのに手の力を使っちゃうんだ。じゃあ内から外でもいいな。楽しいな、楽しいな。楽しければいい。楽しいのが一番。関係ないね、重力。そんなの知るか。俺は無重力だ。お前やった時スプーンで混ぜててさ。あ、そうなの。そう、混ぜ上手じゃん。スプーンで。そういうことじゃないんだけどな。すげえじゃん。何それ。マスターキー。マスターキーって何。マスターキーはアメリカの災害の時とかにドアを蹴破る赤い斧のことをマスターキーって呼ぶ。今ドアないし災害でもないよ。こいつ何言ってんだ。こねます。はい、いい感じです。薄く伸ばします。おっぱい持ってんじゃん。違う、おっぱい持ち。それもうダメじゃん。30分寝かせます。やってくれたな。頑張って砂の部分だけ揃う。そうだね。麺を入れます。どうも、スーソルです。おお、この味見をしないワイルドスタイル。全部使っていいよね。ここがちょうどいいあれになってるんだよ。ありがとう。これでキュッと麺がなるのかな。そう。はい、それでは皆さんいきますよ。あーい、あーい、あーい。
ただきます。味はどう？風分かれ。いただきます。うん、顔で分かれ。いただきます。顔で分かれ。実際うまいよね。本当に嫌い中華味うめよ。え、タレとかどう？これタレオリジナルなの？普通に市販品かと思ってた。完全にね、冷やし中華おじさんです。本当に本当、うん、マジだな、うめえもんな、うめえ。